オムリカスピはイスラエルのプロバスケットボール選手。中央地区、ヤブネ出身。ポジションはスモールフォワード。206センチメートル、102キログラム。NBA 史上初のイスラエル出身の選手である。17歳で国内リーグのマッカビテルアビブ BC でプロデビュー。その後レンタル遺跡を経て2009年の NBA ドラフトにエントリーを表明し。 サクラメントキングスから指名を受け、記念すべき NBA 初のイスラエル出身選手となった。その後、クリーブランドキャバリアーズ、ヒューストンドケッツを経て2014から15シーズンより、再びサクラメントキングスに所属。2015年4月7日のミネソタティンバーウルブズ戦では、自己最多の31得点を記録した。2017年2月19日、 デマーカス・カズンズ・絡みの大型トレードで、カズンズと共にニューオーリンズ・ペリカンズに移籍した。しかし、ペリカンズ加入初戦となった、ヒューストン・ロケッツ戦で右手を負傷。翌日解雇。3月18日、ミネソタ・ティンバー・ウルブズは、ネマニア・ビエリツァが、負傷でシーズン残り試合の欠場が決まったのを受け、カスピとシーズン終了までの契約を結んだ。2017年7月4日、 ゴールデンステートウォリアーズとミニマム契約した。他チームからより高額な提示を受けていたが当時、プレーオフ未出場の現役選手の中で、最もレギュラーシーズンの試合数が多かったこともあり、ウォリアーズへの加入を即決していた。2018年4月7日、ウォリアーズからウェーブされた。ありがとうございます。